ジャンバティスト・ドラサールは、フランスの宗教家、教育者、カトリックの聖人。パリ近郊のサンシュルピス協会の神学校と、ソルボンヌ大学を卒業して主催になる。近代教育の先駆者で、当時、西欧では、上流階級の子女だけが、家庭教師からラテン語による教育を受けるのが一般的だったのに対し、平民の子供を一堂に集めて学級に分け、 日常用語で教育を行うという現代の学校教育のシステムに通じる革新的な教育法を実践した。また青少年教育に尽力した。当時の迫害は凄まじかった。聖職者でありかつ貴族でもあるラサールが町の子供に対し平民の教師と教育を施す。光景は教会や一門から見ると今で言えばストリートチルドレンや 行儀の悪いブラザーとつるんでいるようにしか見えなかったようである。まず、ラサールは、その件で、ラサール家を出なければならなかった。ラサールに共感した貴族の指定アベイクレモンが、学校を建てるというので有志に応じた件では、返済もされず逆にその父親から未成年を騙したと、訴えられて敗訴したため、パリから落ち延びて、長らく陰性しなければならなかった。さらには、 死の床についた時に再し再職を剥奪されるという不名誉を受けた。しかし、ラサールの死に際して町の人々は成人が死んだと触れ回ったという。その異様は、ラサールの死後から19世紀になってようやく教会に盛り返されるようになり、成人に劣せられた。また20世紀半ば、すべての教育者の守護成人であると宣言された。現在、 ラサールの後を継ぐラサール会は世界中で1081校を経営し約6000人の修道士がいる。日本では函館市に函館ラサール学園、鹿児島市にラサール学園、仙台市にラサールホームを経営している。かつてはラサールハウスと呼ばれる学生寮が上原と日野にあったが閉鎖され日本国内のラサール会関連施設は函館、鹿児島、 仙台に集約されている。ありがとうございます。